本日の動画は、はい、どうも皆さんこんにちは、ブルサスです、今回はですね、乃木フラの育成編ですねの方やっていきたいと思います。ということで今回、こちらのゲームなんですけど、育成する要素がたくさんありすぎて、まあ、何から手つければいいのかが分かんないとか、どうやったら自分のパーティーを強くすることができるのかっていうのが分かんないっていう方も、まあゲームの序盤なんでやっぱ出てくると思います。で、そういう方のためにいろいろと、やっていこうかなと思っております。まず基本的にメンバーを集めるとかそういったことについては前回のガチャの方を、ご覧いただけたらなんとなく分かるかなと思います。はい、ということで今回はこのメンバーの方からやっていきたいと思います。で、今のところなんですけど、特にガチャとかを無理に引かずに、ゲットできる最低ラインのメンバーっていうのが5人だと僕は思っていまして、で、まあランク20になったら秋元さんが入って6人になるか、それ以外は基本的には、この5人、まあ推しメンで、鈴木さん、梅沢さん、柿さんで、それから、事前登録のやつで出てくる SR の誰か1人ですね。まあ、この5人になってくると思います。で、まあ、この5人でどうやってクリアしていくかって言ったら結構大変なところも出てくると思うんですよ。で、まず、自分のランクを上げなきゃいけない。まあ、ここは、このゲーム、言ってしまえば放置ゲーなので、まあ、そこはやっておけば何とかなるかなというふうな感じですね。で、あと、このセンター以外での、こういったメンバーの、ね、レッスンやトレーニング、それからここにある、なんて名前だっけ？コーデ。こちらをいろいろやっていくのが一番ですね。じゃあ、どれから説明しようか。まずコーデから説明しましょうか。コーデなんですけども、こちらのコーデはびっくりマークがついているところが、変更ができるよ。これよりももっと上のランクのものがあるよっていうことなんで、もうこれはね、出てきたら一括セットでもうガンガンやっちゃっていいです。基本的に、このコーデっていうのは、ゲームをプレイする、プロデュースじゃなくて、プロデュースか。をやっていけば、どんどんどん手に入るので、放置していれば放置しているほど、これはたくさん手に入ります。っていう風な感じなので、もう新しいのが出たらどん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 それを交換していってください。まあ、それがまず1個ですね。はい、こんな感じで、アップしていきます。で、このコーデ自体にもですね、強化ができまして、まあ、で、この強化のやつが最初のチュートリアルでもあったと思うんですけど、他のものに変更しましても、その強化したものを引き継がれるので、まあ、そのメンバーのそのスロット自体の強化みたいな感じで思っておいてください。はい。で、まあ、これで強化があって、強化も、まあ、大体はほぼほぼできるかなっていう風な感じですね。で、これはちなみに自分のプレイヤーランクまでしか強化できないので、そこは注意してください。まあ、そういうやり方もあるよっていう風な感じですね。で、あとは、乃木メモ。この乃木メモ自体にも、強化というところがあるので、まあ、乃木メモはセンターにしか貼れないですけども、まあ、そうですね。全部、バン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 って貼っておいて、で、あとはまあ、最大までこうやって強化してあげる。まあ、これが結構一番かな。地味ですけど、これが一番結構効くやつです。はい。それがまずセンターですね。続いて、普通のメンバーです。普通のメンバーはコーデが一緒なので、まあそこは変わらないかなというふうな感じですね。なんでこれもコーデがびっくりマークがついてあったら一括セットで、別のアップグレードしてあげて、で、強化をどん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 してあげてというふうな感じです。まあこれ強化が10ちょっととか30ちょっとしか、ちょっとしか伸びないみたいな感じであると思うんですけど、それが、例えば30ちょっとしか伸びないやつが計6つありますとか、全部で5人分ありますってなったら、もう何百っていう数字にもなるじゃないですか。なのでもうそこは全然気にしなくて全然いいと思います。で、まあこのサブメンバーって言っていいのかな？サブメンバーじゃないの、センター以外の人たちなんですけど、このレッスン、であったりトレーニングでどんどん強化することができます。はい。で、レッスンの方はもう本当に簡単で、まあどん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 レベルを上げていって、で覚醒の状態まで来たら、覚醒ができるなら覚醒をしてあげるっていうのでも全然いいです。まあ、ここは結構今までのどのゲームの例えばメンバー強化であったりだとか、カード強化であったりとか、そういったものにつながることところではあるので、まあ、ここは結構単純に考えていいのかなと思います。はい、そして覚醒したら、スキルを取得することができるので、まあ、この覚醒の鏡とか、そんなもろもろ、いろんなアイテムが必要になってくるんですけど、これもまた、いろんなところをクリアしていったり、あとは、ミッションとかクリアしていけばゲットできるものなので、まあ、多分頑張ればいけるかなと思います。で、この強化なんですけども、星レベルとか、なんとかレベルっていう、まあ、このレベルがあるじゃないですか。で、これが10いったら、1個覚醒みたいな状態ですね。なので僕は10で1回止めてるんで、序盤なんで。言うて僕も、ちょっといろいろ研究しながらやってるんで、そんなガツガツに攻略しているっていうわけではないんで、まあ、ちょっとそこは申し訳ないんですけども、まあ、そういう風な形となっております。続いて、トレーニングです。で、このトレーニングが、ちょっと難しくて、
ここですごい個人差が出るなって思います。はい。例えばトレーニングをどんどん続けて、プラスになっていく時もあるんですよ。バンバンプラスになっていく時もあるんですけど、トレーニングをしたらマイナスになるところもあるんですね。なので、まあ基本的にはオートでいいと思います。オートでどんどんやっていって、でこうやってマイナスの時が出るはずなので、まあ、必ずどん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 トレーニングをしていったら、でこのマイナスを許容するかしないかっていう風なところですね。僕は正直そんな大きなマイナスにならなければもう1個マイナスになってもいいんじゃないかなって思います。であと、まあ、オートではあるんですけど、まあ、この1個マイナスになる前にはどん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 プラスになっていってるんで、まあ、プラマイで言ったらトレーニングをする前と考えたら後の方が絶対プラスになってるんですよ。こういうマイナスの数値が出ても大きい数字にならない限りで、個人的にはトレーニング後のマイナスが1個この EFO、THK、SML、ビットの、ところの4つのジャンルのうち1個だけでもマイナスになったらもう保存してもいいんじゃないかなって思っています。まあ、例えばこれが3つとか2つとかそういうのが出てきたらちょっとそれは考えますけど、まあ、基本的に1個だけだったらいいのかなと思いますね。であと、まあ、このキャラクターたちにはメインのこの THK 何の略か分かんないんですけど、これ何の略か分かる人いますか？ THK はサンクスだから感謝、あ、努力感謝笑顔かな。最後のビットは VIT ってなんだ。まあいいやまあいいや、そこは置いておきましょう。まあそこのメインのところがあるんで、メインのところ僕は結構、僕のこれ性格かもしれないんですけど、伸ばしてるところは伸ばしてあげたいんですよ。伸ばしてるやつを減らして均等にするよりも、伸ばしてるやつを伸ばさせてあげて、得意なやつを伸ばさせてあげて、その他のやつは、まあプラマイはプラスの方があるけど、まあそんな上がりにくいかなみたいな感じにするのが個人的なやり方なんですよ。ここね、結構、あれ、ウマ娘とかこういう感じじゃなかったっけな。まあそこはいいでしょう。はい。まあこんな感じで、全体的に、メンバーの強化っていうのはいいのかなというふうな感じで思っております。はい。はい、そしてなんですけども、このルームでですね、このゲットしてたものたち、コーデの子たちでいらないものとかバンバン出てくると思います。僕もこれ50分の32っていうふうな感じで結構出てきているんですけども、これはもうガンガンリメイクして、はい、でリメイクしました。でリメイクポイントとかもたまるんで、でそのリメイクしたやつで、まあ、特別全員が確かランク17かなで解放されるやつなんですけど、こういったもので、交換してあげたりだとか、まあ、デザインで新しいこういうアイテムを生成してあげたりとか、そういったものも全然いいのかなと思います。で基本性能なんですけど、まあここら辺はねそんな気にしなくていいと思います。まだ多分後々すごい分析する人たちがツイッターとかに現れて、こういう性能を持ったやつが出てくるからそれをつけた方がいいとかっていう計算を多分してくると思うんですよ。モンハンの宝玉みたいな感じ、宝玉で合ってるのかな、あれの呼び方、宝玉みたいな感じで多分出てくると思うんで、それを待っても全然いいと思います。まあ、とりあえず今はランクが高くてその性能も高くてっていう風なやつを優先的につけてあげるとか、あとはもうぶっちゃけオートでつける一括機能があるじゃないですか。もうあれ全然いいです。もう最初のうちはもう全然あり。はい、そういったものとなっております。まあ、以上がそうですね、今回紹介できる強化とかそういった諸々のものかなという風な感じで思っております。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとねこのゲーム結構他にもいろんなことがあるので複雑なところは多いと思うんですけども、まあ、いろいろその都度なんかこれどういうものなんですかって言ったら、僕自身もちょっとゲーム内で調べたりとかそういったこともしますので、ぜひぜひコメントなどよろしくお願いいたします。それでは以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。